はい、どうも、ゼヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、実は本家の BOCW の方で、そのバトラーモード、ウォーゾーンっていうのが、まあ、そろそろね、無料で配布されるらしいんですよ。まあ、モバイル民的にはね、あんまり興味のない話かもしんないんですけど、これがですね、どうやら BO4 のバトロワであった、アロカトラズ島っていうのがね、どうやら来るみたいで、まあ、その皆さんね、ピンときたことかと思いますが、アロカトラズ島ってね、BO4 以外でも、こちらモバイルの方でリメイクされてるんですよね、こういう形で。で、何が起こるかっていうと、その本機が盛り上がるイコール、まあ、モバイルもその影響を受けて、いろいろとこうミッションとか、こう何かしらね変化が起こるかもしんないんですよ。そう、一応ね、リークだとそのキャラクタースキンで、ウッズとかがこのアロカトラズ島のミッションでゲットできたりだとか、あと BOCW のそのアロカトラズ島の、状態でこっちで来るかもしんないみたいな、もういろんな情報がね入ってきてて、結構ね、こんからバトラーがね盛り上がるらしいんですよね。まあ、海外だとその普通のね、コールオブデューティーマルチよりバトラーの方がね、ウォーゾーンの方が人気なんで、まあそういったところこちらのモバイルでもね、こっちのバトラーを強化してくるんじゃないかなということで、非常にまあありがたいですよね。ありがたいというか、まあ盛り上がらないよりかはマシですよねって感じですよね。はい、ということで早速ね、こちらのアロカトラズ島ね、まあやっていきたいんだけど、まあただ紹介するだけじゃつまんないのでね、バトラーならではの紹介やっていくんですが、あの皆さんストライカーって知ってますか？まあ最近はね、もうネタにすらされてない最弱ショットガンなわけなんですけど、まあこいつの弱いところでリロードがこうすべて弾込めなんですよ。一発ずつの、そう、手動でガッ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 って入れるんよね。だからこっちのこの16ラウンドとか入れちゃうと、まあ、こういう形で、ほら、ガシャ、ガシャ、ガシャ、やばくない？この遅さ。ね。もうめちゃめちゃ遅いわけじゃないですか。何秒かかったこれ。よいしょと、全部弾込めできましたよと。一応リロード時間が表示されるんだけど、10秒ですよ。うん。めちゃめちゃ遅いじゃないですか。もうこの段階で草生えるって形なんですけど、これバトロワだったら、拡張マガジンってこれさらに組み合わせることができますので、さらに遅くなるんですよ。で、その数、私が知ってる中でも15秒ぐらいとかかかっちゃうので、いや、マジでやばいよね、15秒は。リロード15秒ですよ。まあ、実際のね、ね、10のリロードって多分もっとかかるんだろうけど、まあ、それでも FPS ゲームにおいてはまず致命傷レベルなんでね、早速こちらストライカーっていうね、ネタ武器使ってそのバトロワの方でやっていこうかなと思います。ちなみにあのバトロワのストライカーはそこそこ使えます。はい、特にアロカトラズ島はね、そこそこ使えるんで、マルチは弱い、マルチは弱いんだけど、こっちのバトロワに関してはね、まあアーマーつけてる前提であればかなり強いらしいので、まあこういう形で拡張マガジンつけてね、ちょっと、バトロワの方やっていこうかなと思います。これからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。では早速、バトルロワイヤルのこちら、アロカトラズ島ね、やっていきたいと思います。ただまあこちらちょっとソロモードがないので、あえてね、分隊外してソロスクでやっていこうかなと思います。Here you go!早いマッチング。やっぱ人気なんですね、バトロワ。特にやっぱ海外ではすっごいね、やっぱバトロワ文化まだまだ続いてますので、まあ、そういったところをこっからね、盛り上がってくるコンテンツの一つなのかなと。はい、ということでやっていきましょうか。で、ぶっちゃけね、ストライカーさん先ほど強いとは言ったんだけど、ぶっちゃけて言うと、オリジンに食われてる。バトロワでも。そう。やっぱね、オリジンなんですよね。最強最高のショットガンに関しては。まあ、KRM とか BY15 もちゃんと良さはあるんですよ。ただやっぱりこちらのね、オリジンさん、ストライカーと同じようにね、連射もできるし、火力もこっちの方が高いし、リロードも一発でこうマグチェンジするだけでできるから、マジでね、かわいそうですよね、ストライカー。マジで息してないかなと。はい、ということでやっていきましょう。だからね、公式っていうか、そのぶっちゃけもみんなから見てもわかると思うんだけど、明らかにバリアントの追加人気武器が多いじゃないですか。やっぱりまあ向こうも遊びでゲーム開発してるわけではないんで、やっぱ人気武器をその課金武器としていっぱい追加してみんなに課金してもらうみたいな感じだと思うんですけど、ストライカーほとんどないじゃないですか、バリアントの追加。あれどういうことかって言ったら、やっぱ課金してもらえないからこそああいう少なさになっちゃってるわけですよ。そう、オッカット、そう、だからもう見てわかる通り、あ、人気ないんだなっていうね。もう明らかにお前のバリアント何個目みたいな、追加何回目みたいなやつもあると思うんだけど、オッケー、ナイス。やっぱああいうのってね、人気武器がチョイスされてるわけですよ。待って、エコある。エコはマジで強い。オッケー。で、とりあえず、拡張マガジンをさえあれば、これ、この拡張マガジンモッド、これさえあれば、ストライカーさんの方が、マックス弾薬いくんですよ。これも結構面白くて、ストライカーって、もう、弾数の上限が多すぎるがゆえに、じゃあ多すぎるじゃないわ、低すぎるがゆえに、青で、こと足りちゃうんですよ。そう。一応これ、この上に、あと、紫と黄色っていうね、モッドがあるんだけど、この拡張マガジンのね、モッドがあるんだけど、青つけた段階でもう上限マックスになっちゃうので、紫とか黄色がマジで意味ないんですよね。そう、ストライカーさん。そう、だからこそね、相性悪いんですよね、この拡張マガジンとの。ただそのおかげで、ロマンの15秒リロードっていうのがね、見れるんで、それもね、頑張って紹介したいんだけど、おった。エコーでこんにちは。強いよな、やっぱエコー。火力が一発一発でかいから、マジで至近距離詰められた時死ぬ。さあ、ではハーブーラさんの方でカットしたい。オッケー、ナイス。
で、こいつも殺す。オッケー。至近距離こういう形で殺せると強いですね。あー待って、こっちの方に武士来たな。金武士あるんで、武士取りに行きましょう。こんにちは。待って、やばそう。目の前を振ってくんな、お前。びっくりするな。左いますね。まあ、こういう形でボットがワンサカ湧いてくるんで、その、なんだろ、マグチェンジしてる時間すらももったいないわけですよ。だからこそ、弾数多い系のね、ストライカーとかが輝いてくるはずだったんですけどね。もう今となってはオリジンエコーさんに食われてしまうと。こんにちは。はい、強い。ちょっと待って、ボット強なってない？気のせいかな？マジ、数発当てられるやんけど、絶対。で、物資取りに来た野郎がここにいるんで、こいつプレイヤー臭い。殺す！エイムがひどいけど殺す！は？硬くね、お前！あぶね！待って、ちょっとアドレラに撃つの待ってくれ。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。よし。硬くなかった？さすがレベル3ベストでしたね。取った。こういうやつは秒で溶かす。オッケー。いけるかな？取れるかな？アナイアレーター。で、ここでストライカーに切り替える。よし、オッケー。さあ、皆さん見てください。これで弾数が26発。どうですか？これが一応マックスです。ほっ。オッケー。まあ、こういう形でね、まあ、レートもあるんで、まあ、全然強いっちゃ強いんだけど、まあ、こういう形でほら、リロードが遅いんでね、まあ、正直、ソロ専用みたいな感じだよね。ワンオンワン専用みたいな。一旦リロード。命のリロードする。待って、アンチこれひどい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 。アンチこれ、やばくない？さあ、この武器、輝くのってやっぱ室内とかなんよ。ショットガンなんで。こんなところ来られたら無理やって。舐めてんのこれ。ひでー。マジ、企画崩し的なところあるんだけど、大丈夫っすか？いやー、これは、どうしよっかな。弾数あるけど、ドットサイト欲しいな、ICR の。めっちゃおるやん。ダブルキルコース。ナイス。こいつも殺す。めっちゃキルパクできんやん。おいしい。一旦これ中に入った方がよくない？レベル3ベストこんなとこあんの？強。で、一応ですね、まあ、ネタとしてお見せするんですけど、こういう形で、26発打ち切りまして、リロードするといきますよ。はい、16秒ぐらいかかるわけですよ。やばいよね。で、これよくよく見てみると、この拡張マガジンさん、穴がないんで、ほら、どこに弾入れてんの？みたいになるんよ。面白い。こういうネタ要素があるっていうのも非常にね、バトルはいいですよね。まだリロード終わってなかったの？やば。遅えー。マジ、エコーとか一発だからね、リロード。シャッシャッつって。君はないんやっていう。で、いやー、これやばいなー。アンチ来てんなー。か、スッて行って。手前いますね。あいつを殺す。オッケー。で、残り4人。あそこ1人いますね。これぐらいで、しっかりと当てていくんです。ナイス。あ、終わっちゃった。はい。ということで、22キル優勝。いやー、危なかったですね。なんか、結構わちゃわちゃオンラインだったんですけど、まあ、楽しくできたんでよかったんじゃないかなと。いや、思ってるてかストライカー使ってないな。普通にエコーを使ってた。ね。まあ、だから、まあ、言いたいことはあれですよ。アロカトラズ島ではね、エコーが最強ってことですよ。エコーと、チョッパーが最強です。弾数イコール正義。はい。ということで、今回、コールオブデューティーモバイル最長のね、リロードの遅さ、こちらのストライカーパイセンね、使わせていただきました。まあ一応、拡張マガジンモードつけるとね、プラス10発になりますので、まあそれで弾数じゃないリロードが、15秒とか、16秒ぐらいかかってしまうんですけど、はい。こちらの方でもね、10秒ぐらいかかりますので、マルチの方でも10秒ぐらいかかりますので、まあぜひぜひ皆さんこちらね、アンロックして使っていただけたらなと思います。はい。ということで、まあ、これからもね、Call of Duty モバイルの動画、頑張ってね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。